組織の長として責任を取ることにいささかの躊躇もありません。私が身を引くことでけじめをつけ、総裁選に向かっていきたいと考えています。岸田総理大臣は来月行われる自民党総裁選挙に出馬しないことを先ほどから始まった記者会見で明らかにしました。札幌市内では号外が配られ、街の人からはさまざまな声が聞かれました。びっくりして、なんかあんまりいい印象ないからやめて、なんか変わるのかなって。いや、まあよく考えて決めたのだろうなと思います。やっぱりここはやめてもらわなきゃならないと。ただちょっといないですよね、公認候補がね。来月の総裁選は現職の総理が立候補せず実施されることになります。